したものね、セイバー。レイジの縛りを一晩中拒み続けるなんて、私たちでは考えられないわ。意志が拒み続けても、サーヴァントとして作られたその体は別よ。レイジュが少しずつ侵食しているのがわかるでしょう。あなたはあと一日も経たずに私のものになる。ならもう降参して素直になった方が楽じゃなくて？強情ね、セイバー。ええ、けど許してあげる。私、あなたみたいな娘は好きよ。金の髪も小さな体も少年のような凛々しさも可愛いわ。それに裏切るぐらいなら死を選ぶ一途さも愛らしい。ほんと踏みつぶしてあげたいぐらい。体を支配するなんて退屈ですもの。あなたには自分から私のサーヴァントになってもらいましょう。ねえ、体ではなく先に心を壊してあげる。そこで何をしている、キャスター総一郎様。なぜここに？あなたには竜道寺にいるようお願いしたはずですが。質問は私が先だ、キャスター。ここで何をしていると聞いたのだが。マスターの一人であるエミヤ・シローからサーヴァントを奪いました。エミヤ・シローは逃しましたが、すでにマスターではありません。賢明な人間ならば私たちに歯向かうことはないでしょう。そうか。だがそんな指示を下してはいない。私の独断です、マスター。その後、聖杯の器を手に入れるために教会を襲いました。聖杯の管理役である神父は仕留めましたが、聖杯の行方は不明です。
そちらも独断か。帰還しなかったのは聖杯が見つからなかったからだな。うん、確かにせっかく手に入れた場所だ。肝心のものを手に入れないまま留守にしては意味がない。状況は分かった。理由を説明できるか、キャスター。申し訳ありません。ですがこれも全てマスターのため。私の目的はあなたを勝利させることだけです。理由などそれ以外にはありません。ではここから離れるわけにはいかんな。留守中他のマスターに聖杯を見つけられてはお前の苦労も無駄になる。ではマスター。納得のいくまで調べるがいい。それまでは私もここに残ろう。お前一人では戦いに向かん。セーバーが手駒になるまで護衛は必要だろう。いえそれには及びません。マスターに力を借りずとも手駒はありますし、聖杯の探索とてどれほどかかるか。それにここは危険です。竜道寺に戻られた方があなたの身は安全です。正論だ。だがそれでは私の目的が果たせなくなる。総一郎様、それは。急げよ。なければないでいい。成果は問わん。結果だけを出すがいい。傷は問題ないな。当然だ。今セイバーはいないんだから。よし、これで終わり。あとは武器がいるな。
ことみね。あれ。あいつ、奥にいるんだ。こんな時に休みか、あいつ。あら、また会えるとは思っていたけど、こんなに早く会えるなんてね。なんで、お前が。それはこちらのセリフよ。その傷ならしばらくは動けないと踏んでいたのだけれど、思っていた以上の坊やだったわけね。あなたは。無駄よ。あなた程度の力じゃ何をしても私からは逃げられないわ。安心なさい。殺しはしないわ。あなたには希少価値があるもの。適当に刈り込んで投影用の魔杖として使ってあげる。驚いた。頭を押さえたのに体はまだ諦めていないのね。ますます気に入ったわ、坊や。セイバーもじき私のものになるし、あなたも同じよう大事に大事に扱ってあげる。あの男は逃がしたけど、あなたは逃がさない。すぐに愛しのお姫様に会わせてあげる。無駄よ。あなた程度の力じゃ何をしても私からは逃げられないわ。キャンサー。安心なさい。殺しはしないわ。あなたには希少価値があるもの。適当に刈り込んで投影用の魔杖として使ってあげる。驚いた。頭を押さえたのに体はまだ諦めていないのね。ますます気に入ったわ、坊や。セイバーもじき私のものになるし、あなたも同じよう大事に大事に扱ってあげる。
の男は逃がしたけど、あなたは逃がさない。さあ、すぐに愛しのお姫様に会わせてあげる。無駄よ。あなた程度の力じゃ何をしても私からは逃げられないわ。キャサ！安心なさい。殺しはしないわ。あなたには希少価値があるもの。適当に刈り込んで投影用の魔杖として使ってあげる。驚いた。頭を押さえたのに体はまだ諦めていないのね。ますます気に入ったわ、坊や。セイバーもじき私のものになるし、あなたも同じよう大事に大事に扱ってあげる。あの男は逃がしたけど、あなたは逃がさない。すぐに愛しのお姫様に会わせてあげる。にしてたかな。ちょっと近道をしようと裏道に入った途端、正面からたっぷり突っ込まれるような不運な君を助けるタイガー道場よ、さて今回の死因はズバリ間の悪さです。教会に行くこと自体は正しい選択なんだけど、もうちょっとだけ独力で東坂さんを探してみることをおすすめするわ、って何固まってるのよ。イリアちゃん、何？間違って辛いものでも食べちゃったの？無視。ちょっと失礼だぞ。少しは返事しろ。つうか構って、お姉ちゃん寂しいよ。ショックにフリーズしてたの、失神してたの、エクトプラスってたの。どうして？どうしてって何よ。今回の導入は何あれ、どういうこと？ここってタイガー道場じゃないの？私全然わかんない。何って、魔法少女ものってああいうものよ。イリアちゃん知らないの？ムカ、その登場するような顔ムカつく。そもそもタイガー、魔法少女って年齢、本編ヒロシといえど魔法少女が似合うのは私と、先輩ぐらいのもんなんだから。とにかくさっきの導入は以後禁止、魔法少女ネタは公開きりだからね。そっか、イリアちゃんも魔法少女になりたかったのね。けどごめんなさい、無理なものは無理なの。人間には適材適所って言葉があるのよ。けどなんとかしてあげる。イリアちゃんは少年が黒一色だから、敵役のドイチェンブルーマーとか地獄ティーゲルゲンスイなんかいいんじゃ。誰がそんな色物キャラやるか。ちょっとと
一番で失敗するし、あんな賢くて一人になんてさせておけない。簡単にはいかないと思ったけど、ここまで無反応なんて。他のマスターも出てこない。霊樹がない以上ちょっかい出す必要もないってことか。まだ昼だ。そう簡単に行くもんか。どうした？立ちくらみか？ごめん、寝てた。少し疲れてるみたい。無理もない。昨夜から不眠だったからな。体調が優れないのならば見合わすか。何も今すぐ仕掛けることはない。いいえ、時間はかけられない。キャスターの居場所が分かったんならここで決着をつけるべきよ。なんだ、寝てるって気がついてたんじゃない？あなた、なのに起こさないなんて人が悪いわね。何、立ったまま眠る人間にはそうお目にかかれないのでね。物珍しさでつい観察してしまった。ますますたちが悪い。女の子の寝顔を見るなんて何様よあんた。安心したまえ。誓ってそのような無礼はしていない。だが別のものは聞いたな。目は閉じようと思えば閉じられるが、耳はそうはいかないのでな。そう、私何か言ってた？あーちゃん。ああ、
気に食わないだの、頭に来るだの、実に物騒なささやきを数件。なんだ、よかった。行きましょう、アッチャ。教会なら少しは詳しいわ。あそこならどこに隠れているか見当ぐらいつく。ねえアーチャー、自分のやってきたことを後悔したことってある？私はできれば最後までしたくない。本当に打ちのめされた時にも歯を食いしばって意地を張り続けたいけど、それって難しいんでしょうね。きっと私が考えている以上に。個人差があるな、その手の精神論は。できる者もいればできない者もいる。とりわけ君は前者だ。その手の人間はまず過ちなど起こさないし、自らの過ちなど考えることもない。何よ、それじゃあ私が傍若無人な暴君みたいじゃない。いい自己認識だ、リン。鮮やかな人間というものは人より眩しいものを言う。そういった手合いにはな、歯を食いしばる時などないのだ。で、試験だが、君は間違いなくその手合いだ。遠坂リンは最後まであっさりと自分の道を信じられる。じゃああなたは最後まで自分が正しいって信じられる？うん。いや、申し訳ないが、その質問は無意味だな。どうしてよ。答えられないことじゃないでしょ、こんなの。最後までという質問が無意味だ。忘れたのか、マスター。私の最後は、とうの昔に終わっている。どこに行ってるんだ、本当。で、そうだ、教会。あいつの手を借りるのは尺に触るけど、襟好みしてる場合じゃない。一度だけだ。それなら問題ないだろう。おかしいぞ、これ。いや、違う。奥に続いてるっていうより、奥から外に出たって感じだ。
父さんか、いるのか。地下へ続く階段。ここ、地下室があったんだ。シロ！本気？なんだってこんなところにいるのよ、あんたは。何言ってんだ。教会に行けって言ったのは遠坂だろう。俺だってこんなヤバい場面に出くわすなんて思わなかった。ともかく加勢する。この状況なら俺でも役に立つだろう。今後とはキャスターを倒してからにしてくれ。タオキュメ、おとなしく覗いているだけならお守りも助かったもの。キャスター、これで3対3だ。文句はなかろう。セーバーを出せ。そんな、セーバーはまだ支配できていないのに。ええ、ですからレイジを使ってあなたたちを殺すように命じたのよ。マスターの命令ですもの。使いたくはなかったけど、使うしかないでしょ？まったく、やってくれたわね、坊や。おかげで残るレイジは一つだけ。これは保身用のものだから、セイバーにはもう無理強いができなくなった。聖杯を永久にしようという私の算段はこれでおしまいよ。あとはただ一度きりの望みとやらを叶えるだけになったけど、その前にせめてここで楽しませてもらうわ。さあセイバー、私の望みを台無しにしてくれたこの子たちに本当の力を見せてあげなさい。
奥様こんにちは。誰にも言えないあなたのお悩みを解決するフジモンタの人生相談の時間です。今日のお客様はこちら、冬木市龍道寺在住キャスターかっこ亀井さん28歳かっこ推定です。こんにちは、よろしくお願いします。おやおや、これはまた美人さんだ。どうしたの奥さん、あなたほどの美人なら悩みなんてないでしょう。あの、それがどうも私目立ってないというか、他の6人に比べて地味だとかキャラが立ってないとか年はとか言われて。ああ、そりゃ大変だ。何、キャスターさん、職業占い師って書いてあるけど。はい、本当は家事に専念してあったかい家庭を築きたいんです。夫を楽にしてあげたい一心で復職したんですけど、職場でもいじめられてしまって。あの、私どうしたらいいでしょう。変わりたい。私もっと愛らしいキャラに変わりたいんです。そりゃ無理でしょう。初期段階ではキャスターハイパー化でロリッコになんて落書きもありましたが、ロリッコは一人で十分。愛らしいキャラになるのは諦めなさい。ああ、そうですよね。私もそんな気はしてたんです。けどこのままだと辛くて。私一生懸命やってるんですよ。主人に負担をかけないようこっそり貯蓄を作って、いろいろな用心棒を雇って町中に監視カメラを仕掛けましたの。なのに主人は私の苦労をねぎらってもくれませんし、この間なんて突然やってきた子たちに計画を台無しにされてしまって、私こんなに頑張ってるのに全く報われないんです。フジモンタさん、こんな私ですが幸せになれるでしょうか。ダメ、キャスターさん、そりゃあんたが悪いよ。そんな、こんなところでも虐待されるなんて、私って一体。よし、もう飽きた。これにて一件落着。以上、フジモンタの人生相談でした。バカな、それこそ何を考えている。機会は必ず来る。今は。そう、ならキレイは殺したわけ。始末したわ。素直に聖杯を差し出す人間でもなさそうでしたからね。後々になって邪魔をされても困るもの。そう、それは結構。綺麗もそれぐらいは覚悟していたでしょう。けどキャスター、一つ聞くけど、あいつの死体は確認した？何を言い出すかと思えば、そのようなことあなたには関係ないでしょ。ええ、全くないわ。けど他人事でもない。あいつが本当に死んだんなら安心できるから確認しただけよ。それはどういう意味かしら、お嬢さん。言葉通りの意味よ、キャスター。
あいつがそう簡単に死ぬ玉かっての。もしはっきりと死体を確認していないんじゃ、まず間違いなく生きているって思っただけ。使えないわね、あなたも。どうせキレイを襲うなら、しっかりきっかり息の根を止めておけっていうのよ。まあいいわ。やることもできたし、早めに済ませましょう、キャスター。今回は人質もいないし、気持ちよく戦えるわ。大きく出たわね。あなた、この状況で私たちに勝てるつもりなのかしら？やりようによってはね。幸いセイバーの制御もまだのようだし、条件は同じでしょ。それに久月先生のことも分かってる。セイバーは面食らってたけど、事前に知っていれば私のアーチャーの敵じゃないわ。聞いての通りよ、アーチャー。キャスターの相手は私がする。下手に近づくとあんたまで契約破りを食らいかねないから。私の相手はあの男か。それは構わないが、魔術師ではキャスターにはかなわないと分かっているのか、リム。安心して、勝ち目もないことは言い出さないわ。キャスターは必ずここで倒す。そうすればセイバーだって元に戻って、シローと契約をし直せるでしょ。理想論だな。彼女をここで倒すというのは難しい。逃げるだけならば彼女は東大一だ。何しろ逃亡のために実の弟すら八つ咲きにする女だからな。アーチャー、ちょっと何のつもりよ。すら八つ咲きにしたですって。知ったような口を聞くのね、アーチャー。あなたには私の正体が分かっていて。竜の歯をよりしろとした人型はコルキス王の魔術と聞く。その娘、王女メディアは希代の魔女と歌われたそうだが。そう。なら、この場はどちらが優勢かわかるでしょう？抵抗は無駄よ、アーチャー。あなたが何者だろうと、セイバーを取り戻すことはできない。今はまだ私に逆らう意志が残ってるけど、それもあと一日持つかどうか。それに、レイジュさえ使ってしまえば、今すぐにだって私の人形にしてしまえるわ。たとえレイジュを使われても、セイバーなら耐えられるわ。それが1分か2分かは知らない。けど、それだけあれば十分にあなたを仕留められるんじゃない？不可能だな。ここでお前を切り伏せようが、せいぜいその半身を立つ程度。その後に待つのは、セイバーとキャスターを同時に敵に回すという劣勢だけだろう。アーチャー、それは分かっているはずだ、リン。さすがにそうなっては勝ち目がない。セイバーは不完全なマスターのために能力を制限されていた。その縛りがなくなった以上、彼女は最強のサーバントだ。太刀打ちできるのはバーサーカーのみだろうよ。まさかあいつ
恨むなよ小僧。こうなってはこうする以外に道はなかろう。さてキャスター、一つ尋ねるが、お前の許容量にまだ空きはあるのだろうな。アーチャー、あんたええ、当然よ。一人と言わず、すべてのサーバントを扱えるだけの貯蔵はあるわ。私の魔力がどこから補充されているかは知っているでしょう。ならば話は早い。以前の話、受けることにするよ、キャスター。腰が軽いのね、あなたは。状況が変わった。セイバーがそちらについたのなら、今回の聖杯戦争の勝機はお前にある。勝てる方につくのは当然の行為だ。さあ、契約破りを使ってくれ。リンにはまだ霊樹が残っているからな。早くしなければお前に襲いかかってしまうぞ。どうした、老せずして忠実な部下が手に入るのだ。何をためらう必要がある。どうかしら。私は裏切り者を信用しない。あなたの言葉が正しいのなら、コマはセイバーだけでいいのではなくて。裏切り者を信用しないか。確かに私はお前をも裏切るかもしれん。私は私のためにお前に下るのだからな。お前を主と認めたわけではない。だが霊樹とは裏切り者を罰するためにあるでしょ。いいわ、あなた一人を御し得ないようでは私の器も知れるというもの。もとよりあなたの宝具には興味があったことだし、思惑にはまってあげましょう。
バカしろ！あんた、なんだってこんなところに来てんのよ！悪い。文句は後だ、登坂。一息つけたらちゃんと聞くから。今はあいつらを何とかしよう。手を出すと分かってはいたが、まさか飛び降りるとは思わなかった。までのようね。あなたの乱入には驚いたけど、結果は変わらないわ。ええ、その顔では諦めもついたようだし。出てきたということは
殺されてもいいということよね、坊や。ここでおしまいにしてあげるわ。生かしておいても面倒でしょうし、ここでまとめて。いいや、待て、キャサー。アーチャー、この場での発言権がないことぐらい読み取ってると思ったけど。いや、言い忘れていたことがあった。お前の軍門に下るには一つだけ条件をつけて。条件ですって？ああ、無抵抗でお前に自由を差し出したのだ。その代償としてこの場では奴らを見逃してやれ。どの道マスターとしては機能しない者たちだ。殺す価値はないだろう。見逃せですって。言動の割には甘いのね、あなた。私とて人の子だ。さすがに裏切った瞬間に主を殺したでは後味が悪い。裏切り者のくせによく本人の前で人並みのことを言えたものね。いいわ、今回は見逃してあげましょう。けれど次に目障りな真似をしたら誰が止めようと殺します。それでいいかしら、アーチャー。当然だ。この状況でなお戦いを挑むような愚か者ならば手早く死んだ方がいい。そういうことよ、お二人さん。今回は見逃してあげるわ。さあ、敗者は敗者らしく逃げるように立ち去りなさい。行きましょう。今はあいつの言う通りよ。マスターとしてこの女の方が優れていただけの話だ。優劣が明確ならば私は強い方を取る。そうね、けど後悔するわよ。私は絶対に降りない。いい、キャスターを倒してあんたを取り戻す。その時になって謝っても許さないんだから。それは無駄骨だな。まあ、自殺するというのなら止めはしない。少し休みましょう。シロ、歩くのも辛いでしょう。ね、いや、大丈夫だ。このぐらいなら我慢できる。それより今は早く戻った方がいい。こっちの傷は気にするな。別に毒が塗り込まれたわけでもないんだから。ほら、もう無茶するんだから。その傷でクズキとやり合うなんて自殺行為よ。いいから休みなさい。あいつら、私たちを追いかけたりはしてこないわ。だろうな。けど、少しでも早く家に戻ろう。俺なら、そう辛くはない。
あんたね、そんなに血が出てて辛くないなんて言わないでよ。なんで家に戻りたがるか知らないけど、今は休む方が先でしょ。ちょっと聞いてるの？綺麗じゃあるまいし、そんなに血の跡をつけて歩かれても迷惑なのよ。大体どうしてこんなことになってるわけ？そりゃ教会に行けって言ったのは私だけど、すぐにヤバいってわからなかったの？あのな、バカにすんな。それぐらいわかったぞ。のっぴきならない事態になってるって、教会を見た時から気づいてた。ならすぐ帰りなさいバカ。それだけじゃない、傷も治ってないのに乱入してきて、おまけにまた遠え。そんなの傷が悪化するのは当然じゃない。だって言うのに辛くはないですって。はあ、もうどうかしてる。なんだってそんな無茶するのよあんたは。だって東坂の方が辛いだろう。だから戻ろう。家に帰れば弱音を吐いてもいいんだから。信じらんない。男の子に任された。父さんって俺の手握ってるぞ。お前うるさい、責任取れバカ。傷が痛む。よりにもよって左手を引っ張るな。今はこんな寄り道をしてる場合じゃ。座って、いいから座って。で、後ろを向いて絶対に振り返らないこと。私の顔を見たら本当に怒るから。最初のうちに手段を選ばずキャスターを倒しておけばよかった。ちょっとの犠牲を気にして機会を図ってたけど、結局このままだと町中の人が犠牲になるでしょう。別に愚痴を言うわけじゃないけどね、私いつも一番大事なことばっかりしくじるのよ。2番か3番かそういうのはさらっとできるくせに、一番大事なものだけは手こずるんだ。アーチャーがあっち側に行ったのもあいつだけの責任じゃないわ。結局キャスターを野放しにしたのは私だもの。けど、参ったな。ついさっきあんなこと言ったのに、いきなり追い詰められちゃった。ちょっと、ここ何にって突っ込むところだと思うんだけど。ああ、ね、何に追い詰められたんだ、父さか。うん、後悔はしたくないってこと。あいつは私はそういう性格じゃないって言ってたけど、今が正念場みたい。シローがあんなこと言うから余計失敗したなって落ち込んじゃった。
の今だけだろ。尺に触るけど、俺もアーチャーの意見には同感だ。登坂は何も反省することなんてない。どうしてよ。現にキャスターはやりたい放題で、アーチャーにまで愛想をつかされた。これ私が方針を間違えたからでしょ。それは単に失敗しただけだろ。登坂は間違えてなんかない。間違えていないなら失敗しても胸を張れると思う。そうだ、正直俺にはお前が眩しい。俺も後悔はしない。自分のやってきたことが正しいって信じてる。けどそれは継ぎはぎだらけだ。でもお前は違うだろ。後悔はしたらしたで、きっとその倍は仕返しをするタイプだ。俺は継ぎはぎでなんとかごまかしてるけど、お前は平気な顔で粉々にしちまうんだ。採算は取れてる。たまにしか落ち込まないだろうけど、登坂はその後が怖い。お前を落ち込ませた相手は何倍もお前に落ち込まされると思う。何それ追い打ち。あ、鬼が撹乱してるうちに言っておこうと思って。でもまあ事実なんじゃないか。登坂、このままで済ます気はないんだろ。どうして私を助けたの、シロ。このペンダント見覚えあるだろう。それどうして。登坂の部屋で見つけた。帰ったらびっくりするだろうけど、すまん、化粧台倒しちまった。で、それがどうしたっていうのよ、あなたは。いや、これと同じペンダント俺の家にもあるんだ。学校でランサーに殺されかけた時、気がついたら近くに落ちてたんで拾ってそのまま。そっちにも同じものがある。なんかおかしなこと言ったか、俺。ううん、別に。それよりどうしてそれが私を助けた理由になるのよ。別にいいじゃない、そんなペンダントなんて。そうだな。本当はただの後付けだ。白状すると、ずっと前から登坂凛ってやつに憧れてた。で、困ったことにいざ話してみたら余計好きになっちまった。だから死んでほしくなくて、気がつけば何も考えずに飛び降りていただけだ。あったね、そういう歯に気抜きせぬ発言はやめなさい。考えなしに思ったことを口にしてると、どこかしらで誤解を招くんだから。招くか、そんなの。俺本当に登坂のことを好きだぞ。自殺同然で飛び込んでくるのよ、この大バカ。よし、シロの言う通り、そろそろ家に帰りましょうか。ほら手を出して。その傷だと立つのも辛いでしょ。これで貸し借りはなしね。今日のことはお互いノーカウントってことにしましょう。
てくれてありがとう、シロ。その、すごく助かったわ。ほら見なさい。やっぱりまともに立ってられないじゃない、バカ。ん？ほら、こっちに来なさい。とりあえず包帯ぐらい変えないとまずいでしょ。この救急箱を使っていいんでしょ？さすが家に道場があるだけのことはあるわね。ハサミばかりか、針と糸が入ってる救急箱ってのも珍しいわ。あって、ほら早く、服を脱いで傷を見せなさいってば。服脱ぐのか。あ、いや、その前に手当てぐらい自分でできる。今朝だって自分でやったんだから、問題ない。あのね、何遠慮してるか知らないけど、そもそもその傷の手当てをしたのは誰だと思ってるの？けど、あの時は、すまん。あの時もこの時もないの。いいから早くしなさい。シローの傷は特別なんだから、ちゃんと見ないと治るものも治らなくなるじゃない。まあ、それじゃ頼んだ。正直に言うと、さっきからやけに熱くなってる。本当に無茶するんだから。せっかく治りかけてたのがまた開いてるわよ。まったく、こんなの見せられたら怒るに怒れないじゃない。その、もういいだろ。血止めをして、可能止め塗って、包帯を巻き直してくれればいいから。そういうのは手当てって言わない。宣言撤回、やっぱり頭にきた。そんな気休めで外に出たわけね、あんたは。何の恨みがあるんだ、お前。恨みなら骨髄まで染み渡ってるっていうの。それでも手加減してあげたんだから感謝しなさい。今の痛かったでしょ。とりあえず壊死してる神経を治したからしばらくは痛むわよ。これには痛み止めも含まれてるけど、もともと破損した肉の代わりだから。馴染むまでは痛むけど、痛みがあるうちは無茶しちゃダメだからね。で終わり。あとは包帯を巻いてぐっすり寝れば、明日には幾分楽になってるはずよ。うん、そのサンキュー、登坂。なんか楽になった。まあそれならいいけど、楽になったって言うんなら見た甲斐があったわ。治らないものと覚悟してたから余計助かった。ともかく手当てをしてくれてありがとう。そんなの当たり前でしょ。
私が見る以上はしっかり直してみせるんだから。トーサか。お前何をするつもりなんだ。夕ご飯の支度、シロ食べてないでしょ。私も食べてないのよ。だからとりあえず夕食。ああ、それは見ればわかる。けど、どうしてこの状況で夕飯なんだ。なんでって当然じゃない。人間、空腹でまともな案が浮かぶわけないでしになった以上はこの戦いをどうにかしたかったけど、マスターになったとか巻き込まれたとかそんなのは関係がない。俺は正義の味方が好きなんだ。だからみんなを守らないと。マスターなんてどうでもいい。マスターでなくなってもセイバーがいなくなっても戦うことには変わりはない。人が真面目に話してるんだからちゃんと聞いてるわよ。シロは一人でも戦うのよね。死ぬような目に遭うより死ぬような目に遭ってしまう人がいるっていう事実が耐えられない。だからどんなに自分が弱くても戦うことに決めたんでしょ。その顔、リスが砂糖菓子舐めたような顔して。いや、だって遠坂は反対するかと思ってた。してるわよ、もちろん。けどあれだけ見事に助けられたんだから、シロに文句なんて言えないでしょ。それにさ、どんなに止めたってあんたはそういうやつなんだって分かっちゃったし。じゃあ遠坂、これからも協力体制ってことでいいんだな。まあね、仕方ないから付き合ってあげる。だいたいあんたみたいなのを一人にしてたら不安で不安で眠れないし。それに、シロ風に言えば私もシロのこと嫌いじゃないし、私はそういうわけだし、そっちだって一緒にいても問題ないでしょ。実際まあもちろん遠坂がどんなに横暴でも望むところだ。いいけど、お腹減ってるしご飯美味しいし。東映には東映なりの限度ってものがあるわけ。一見イメージを形にするっていう何でもありに見えるけど、東映にはいろいろと独自のルールがある。
その制約の中で一番わかりやすいのは投影物の損傷、存在における強度ってやつよ。存在における強度、何、幻想なるものの存在に耐えられない軽さってやつ。何も知らないようでいてつまんない言葉知ってるのね、あなた。けどまあ当たらずとも遠からずかな。投影は自己のイメージからそれに沿った本物を完璧に複製する。これに例外はないわ。自分の中で完璧でなければ投影はできない。新作の影である以上一部の隙も許されないのが投影魔術よ。だから基本的に投影によって生み出されたものは自己のイメージ通りの強度を持つわ。幻想という点においてはこの時点で完璧なのよ。加えて投影する術者のイメージ知識が本物に近ければ近いほど現実においても完璧になるわけ。ちょっと待った、それはおかしい。俺アーチャーの剣を投影しただろ。けどそれはクズキに壊された。いくらクズキの拳にキャスターの強化がかかってるからって防具を壊せるほどじゃないってことは、俺が投影したアーチャーの干渉と爆矢はオリジナルに数段劣るってことじゃないのか。はい、いいところに気がつきました、エミヤ君。それが投影の限界、存在における強度ってやつよ。いい？投影はあくまで投影、想像じゃない。投影を作り上げるのは術者のイメージだけだから、イメージそのものにほころびが生じた時、本物と同じ性能であろうと無賛するの。イメージにほころびが生じる？それも変じゃないか。イメージが間違っていたらそもそも投影はできないんだろう。ええ、だからほころびが生じるのは投影した後になるわ。そうね、例えばシロウが絶対に折れない名剣を投影したとするでしょ。けど絶対に折れない剣なんてものはない。その剣の表現方法、伝承、売り文句などに絶対に折れないというパーソナリティがあるだけで、実際はそれを上回る幻想にぶつかれば刃こぼれぐらいするし折れることだってある。それ折れた時点で俺のイメージが間違っていたってことにならないか。俺は折れない剣を作ったんだから。ならない。投影が成功した時点で形の上での間違いはないんだし、そもそも折れない剣なんて名前みたいなものでしょ。実際に折れない剣なんてないんだから。けどシロ、あなたがイメージしたものは絶対に折れない剣よね。これが現実で折れちゃった場合、投影されたものは嘘になるのよ。それは剣が折れたからじゃないわ。あなたがイメージしたものは折れない剣、それが折れてしまった時点でシロの中の折れない剣と今折れてしまった剣は別物になる。あなたと現実、その計りが崩れてしまうから。よし、つまり俺は折れない剣を想像して投影した。けど実際に投影した剣は戦闘中に折れてしまった。その時点で俺自身がその剣を、なんだよ、実際は折れちまうじゃないかこの剣と否定してしまって、結果として投影したものは消えるってことか。そのイメージの齟齬によって。冴えてるじゃない。ええ、つまりはそういうこと。あなたはアーチャーの剣を投影した。あなたの中であれがどんな位置づけだったかは知らないけど、シロー自身はクズキの攻撃で壊れるような剣をイメージしてはいなかった。けど実際に剣は破壊されてしまった。その時点であなたはその剣を、こんなのはアーチャーの剣じゃないと思ってしまったのよ。で作り上げられた投影は術者の否定によって存在強度を失い、元の空想に戻ったってわけ。
はまず設計図から入るの。あとは材質と性質、歴史なんかも考慮すべきね。そのあたりから固めていけば、多少現実でイメージと違ってもすぐに消えるなんてことはないでしょ。それならなぜそれを作る気になったのかってのが最初じゃないか。材料と技法だけじゃダメだ。今日の夕飯だってまず遠坂が和風が食べたいって言ったから始まっただろ。なら創作する上での発端から始めないと。まあ、なんでこんな話になったんだっけ。そういえばそうよね、私たち確か今後の作戦を話し合ってたような。シロ、本格的に投影魔術をやってみない？思い出した、不確定な要素に希望を持っちゃうぐらい行き詰まってたんだっけ。まあそうだな。第一、俺の投影なんて剣を作れる程度だ。それも今まで役に立ったことなんてないんだから、大した戦力にならないだろう。まあいいわ、もう一度状況を確認しましょう。目下のところ敵はキャスター、あいつだけなら大したことはないけど、白兵戦に長けたマスターとあっち側についたアーチャーに守られている限り手は出せないわ。加えてセイバーが操られるのも時間の問題。状況は刻一刻と悪くなっていくわけだけど。まあけど、アーチャーはともかく、セイバーはまだキャスターの自由にはなっていない。それが正気といえば正気だろう。セイバーが完全にキャスターの軍門に下ったら、それこそ俺たちに勝ち目はない。そういうことね。それじゃあ意見のある人は挙手。シロ、なんかいいアイデアある？策なんてもうないだろう。こうなったら小細工なしで真っ向から勝負するだけだ。で、一応聞いておくけど、それ本気？すまん、勢いで口にした。考えなしで面目ない。ええ、本当にね。一瞬今からでも手を切るべきか本気で悩んだじゃない、バカ。はいはい、どうせバカですよ。けどそういう遠坂はどうなんだよ。なんか打開策とかあんのか？まあそりゃ一つぐらいはあるけど、言っていいの？なんだよ、珍しく弱気じゃないか。考えがあるなら言えばいいだろ。遠坂の意見ならちゃんと聞くぞ俺。そりゃ納得いかなかったら反対するけど。それなら言うけど、私だけじゃキャスターに勝てないのは明白でしょ。だからこっちも戦力を増やすの。あっちはサーヴァントを3体も保有しているんだから、こっちも1人はサーヴァントがいないと話にならない。戦力を増やすって、じゃあ他のマスターに助けを求めるのか？助けじゃなくて共闘よ。キャスターがあそこまで強くなった以上、他のマスターも黙っていられないでしょ。聖杯が欲しいのなら一番強い相手を協力して倒して、その後でピンに戻ればいい。こういうのバトルロイヤルの定石でしょ。なるほど、交渉次第で協力関係は作れるかも。となると、ええ、残るマスターは2人、ランサーのマスターとバーサーカーのマスターね。ランサーのマスターは不明のままだから交渉のしようもないけど、バーサーカーのマスターであるイリアスフィールなら可能性はあるかもしれない。
あの子なら話し合いに応じてくれそうだ。見返りに無茶な条件も出してきそうにないし。バカ、シローにとっちゃあいつが一番ヤバいのよ。あいつ初めっからシローしか見てなかったもの。私はともかく、あんたはどんな目に遭わされるか分かったもんじゃないわよ。なんだよそれ。俺はあの子と一度しか会ってないんだ。そんなことになるわけないだろう。脅かしっこなしだぞ父さか。ふん、そんなことになったら交渉なんて破棄に決まってるじゃない。バカ。けど今はイリアスフィールにかけるしかないわね。キャスターの正体がアーチャーの言う通りなら、間違いなくバーサーカーは天敵だし、何しろ生前の知り合いだもの。キャスターの手口なんて知り尽くしてるでしょ。バーサーカーならキャスターとアーチャーが同時に攻めてきても追い返せる。私たちはその間にクズキ一人を攻略すればいい。そりゃ理想論だけど。トウサカ、キャスターはバーサーカーと関係があるのか？ええ、アーチャーが言ってたのよ。バーサーカーの正体はヘラクレスだって。キャスターが本当にあの希代の魔女なら、アルゴー戦つながりでバーサーカーとは面識があるかもしれない。私が綺麗に苦手意識を持つのと同じ。世の中にはね、どうしたって苦手なやつっているもんなのよ。じゃあ決まりだな。けどどうやってあの子を見つけようか。あれ以来出てこないけど、あれだけの魔力を持ってるなら隠れていようと見つけ出せるだろ。なのに見つからないってことは、この町にはいないってことじゃないのか。でしょうね。イリアスフィールはずっと遠くから聖杯戦争を眺めて楽しんでるんでしょう。ずっと遠く？キャスターみたいに竜道寺から町を監視してるのか。さあ、けどどこにいるかは見当がつく。昔父さんから聞いたことがあるのよ。アインツベルンは郊外の森に別荘を持ってるって。なあ、遠坂は琴峰と師弟の関係なんだろう。なら、あの教会については詳しいんじゃないのか。うん、そりゃ何度か泊まったことはあるけど。って、はあ、そういうこと。せっかくのアイデアだけど、あの教会に秘密の通路なんてないわ。あの地下聖堂だって初めてだったし、仮にあったとしてもそんなの綺麗しか知らないわよ。まいった、それじゃお手上げだ。くそ、やっぱりそんな都合よくいかないか。あの神父のことだから、それぐらいは用意してると思ったんだけどな。まあね、けど利用できない以上他の手を考えるしかない。その例えばのアイデアなんだけど聞いてもらえる？ああ、そりゃ聞くけど、なんかアイデアあるのか？いい、シロー、私だけじゃキャスターに勝てないのは明白でしょ。なら単純な対抗策はこっちも戦力を増やすってことよ。あっちはサーヴァントを3体も保有しているんだから、こっちも1人はサーヴァントがいないと話にならない。いや、それはそうなんだが、戦力を増やすって他のマスターに助けを求めるとか？助けじゃなくて共闘よ。キャスターがあそこまで強くなった以上、他のマスターも黙っていられないでしょ。聖杯が欲しいのなら、一番強い相手を協力して倒して、その後でピンに戻ればいい。こういうのバトルロイヤルの定石でしょ。なるほど、交渉次第で協力関係は作れるかもな。となると、残るマスターは2人。ランサーのマスターとバーサーカーのマスターね。ランサーのマスターは不明のままだから交渉のしようもないけど、
バーサーカーのマスターであるイリアス・フィールなら可能性はあるかもしれない。そうだな、あの子なら話し合いに応じてくれそうだ。見返りに無茶な条件も出してきそうにないし。バカ、シローにとっちゃあいつが一番ヤバいのよ。あいつ初めっからシローしか見てなかったもの。私はともかく、あんたはどんな目に遭わされるか分かったもんじゃないわよ。なんだよそれ、俺はあの子と一度しか会ってないんだ。そんなことになるわけないだろう。脅かしくはなしだぞ、お父さんが。そんなことになったら交渉なんて破棄に決まってるじゃない、バカ。けど今はイリアスフィールにかけるしかないわね。キャスターの正体がアーチャーの言う通りなら、間違いなくバーサーカーは天敵だし、何しろ生前の知り合いだもの。キャスターの手口なんて知り尽くしてるでしょ。バーサーカーならキャスターとアーチャーが同時に攻めてきても追い返せる。私たちはその間にクズキ一人を攻略すればいい。そりゃ理想論だけど、父さか、キャスターはバーサーカーと関係があるのか。ええ、アーチャーが言ってたのよ。バーサーカーの正体はヘラクレスだって。キャスターが本当にあの機代の魔女なら、アルゴー戦つながりでバーサーカーとは面識があるかもしれない。私が綺麗に苦手意識を持つのと同じ。世の中にはね、どうしたって苦手なやつっているもんなのよ。じゃあ決まりだな。けどどうやってあの子を見つけようか。あれ以来出てこないけど、あれだけの魔力を持ってるなら隠れていようと見つけ出せるだろ。なのに見つからないってことは、この町にはいないってことじゃないのか。でしょうね。イリアスフィールはずっと遠くから聖杯戦争を眺めて楽しんでるんでしょう。ずっと遠く？キャスターみたいに竜道寺から町を監視してるのか。さあ、けどどこにいるかは見当がつく。昔父さんから聞いたことがあるのよ。アインツベルンは郊外の森に別荘を持ってるって。父さか、怒らないで聞いてくれ。その他のマスターとは協力できないかな。いいわ、その心は。口にするからには何か算段があるんでしょ。いや、そういうわけじゃないんだが、今のキャスターの状態は他のマスターにとっても無視できないだろう。なら今回だけってことで手を組めるかもしれないと思って。実は私も同じことを考えてた。てっきりシローは反対すると思ってたから黙ってたんだけどね。となると残るマスターは2人。ランサーのマスターとバーサーカーのマスターね。ランサーのマスターは不明のままだから交渉のしようもないけど、バーサーカーのマスターであるイリアスフィールなら可能性はあるかもしれない。あの子なら話し合いに応じてくれそうだ。見返りに無茶な条件も出してきそうにないし。バカ、シローにとっちゃあいつが一番ヤバいのよ。あいつ初めっからシローしか見てなかったもの。私はともかく、あんたはどんな目に遭わされるか分かったもんじゃないわよ。なんだよそれ、俺はあの子と一度しか会ってないんだ。そんなことになるわけないだろう。おかしくはなしだぞ、お父さか。そんなことになったら交渉なんて破棄に決まってるじゃない、バカ。
けど今はイリアスフィールにかけるしかないわね。キャスターの正体がアーチャーの言う通りなら間違いなくバーサーカーは天敵だし、何しろ生前の知り合いだもの。キャスターの手口なんて知り尽くしてるでしょ。バーサーカーならキャスターとアーチャーが同時に攻めてきても追い返せる。私たちはその間にクズキ一人を攻略すればいい。そりゃ理想論だけど、トーサカ、キャスターはバーサーカーと関係があるのか？ええ、アーチャーが言ってたのよ。バーサーカーの正体はヘラクレスだって。キャスターが本当にあの機代の魔女ならアルゴー戦つながりでバーサーカーとは面識があるかもしれない。私が綺麗に苦手意識を持つのと同じ。世の中にはね、どうしたって苦手なやつっているもんなのよ。じゃあ決まりだな。けどどうやってあの子を見つけようか。あれ以来出てこないけど、あれだけの魔力を持ってるなら隠れていようと見つけ出せるだろ。なのに見つからないってことはこの町にはいないってことじゃないのか。でしょうね。イリアスフィールはずっと遠くから聖杯戦争を眺めて楽しんでるんでしょう。ずっと遠く？キャスターみたいに竜道寺から町を監視してるのか。さあ、けどどこにいるかは見当がつく。昔父さんから聞いたことがあるのよ。アインツベルンは郊外の森に別荘を持ってるって。夜明けまであと5時間。そうなったら、あの子と話し合いをしなくちゃならない。そんな相手と、どう話し合えばいい？まだ話したこともないくせに希望的観測にも程がある。あーちゃん、だからお前には負けられない。